はい、では、ルーム戦ですね。1試合目はしばちゃんちーさんとゆいぴょんずさんで、まあ、2人ともね、あの強い方なんでね、いい試合が見れるんじゃないかと思います。非常に楽しみですね。先行がどっちですか。先行がゆいぴょんずさん、初球まっすぐボール、先発ピッチャーが千賀投手。もう僕千賀投手苦手なんですよね。ゆいぴょんずさんが太田選手、いい球ですね。ツーシーム、おお、素晴らしい。すごい、いきなりフォークをね、レフトスタンドに叩き込みました。クロマティ選手、懐かしいですね。もう乱闘のイメージしかないです、クロマティ選手で。3番が浅村選手、フォークですね。お、4番が聖也選手ですね。ツーシーム、四隅ついてきますね。早いな、千賀投手、まっすぐ。スライダーか。さあ何が来る。ツーシーム、詰まってセカンドゴロ。はい、これでスリーアウト。先制点はゆいぴょんずさん。さあこれからライオンズが守備につきます。そしてバッターは浅村。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。ゆいぴょんずさん、先発が山本投手ですね。攻撃は1番浅村選手。おお、ナイスバッティング。おお、これはいい試合ですね。2番が隼人選手。バッターは2番に入っている坂本。ソフトバンク同点のランナーが出ています。スプリットですね。初球ボール、詰まりました。3番ギータ選手、今回のねセンター追加でギータ選手ついに守備適正 B になりましたね。ナイスバッティング、いい試合ですね。で4番が落合選手、三冠王落合博満。さあ何を投げる。ああ、ナイス守備です。好プレーですね。宮崎選手ですかね今の。で5番が正隆選手、僕の大好きなフォロースルーがめちゃくちゃかっこいいですね。シュート、おーっとタイムリーですね。2点タイムリー、逆転しました。強いな2人とも。作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあこの勢いを6番ビシエド選手、インサイド落ちました。わずかに引きました。ファールボール。スプリットですね。やっぱりね、上手い人のねその試合見るっていうのはね面白いですね。
はい、これで3アウトチェンジです。さあ2回の攻撃、ローズ選手ですね。構え独特でかっこいいですね、ローズ選手。スラーブ、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。ボールです、ね。まあ、とにかく最小失点を心がけたいですね。さあ、しっかりと守っていきたいところ。警戒してますね。これが4球目。ここは1球見ました。インサイド落ちました。これいった。ライトに大きな打球。先頭バッターを出してしまいました。あ、僕が今最も欲しい村上選手ですね。構え好きなんですね、村上選手。少しおお、いいとこ投げますね。すぐ狙いでしたね。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。インサイド打った。抑えた。二塁送球。二塁アウト。はい、お疲れ様でした。ナイスゲームでしたね。しばちゃんちーさんが2対1でユイピョンズ3を下しました。1試合目はこの結果で。2人ともお疲れ様でした。じゃあ2試合目いきます。はい、それでは2試合目が、僕と TR0623 でいきますね。2試合目、こちらがですね、先発ピッチャー前健投手でいきます。でTR さんが由伸投手使う率が高すぎるな。もう最近千賀投手か由伸投手、あと有原投手も結構いるな。よく見る。行くぜ、マイケンスライダー必殺な。実はね、初見なんですよ。まあ僕の後輩なんですけどね初めてやるんですよ、リアタイルーム戦。イエーイ、通信これ取るやろ。よし、これね、多分ね、柴ちゃんちーさんとね、ユイピョンズさんも見てるんですよ。おお、打つんかい。後輩のくせに容赦ねえな。打席には3番バッター鈴木。カープ初回から先制点を許す形となっています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、変化球打つんかな。2球目打ちました。バッターボックスは4番王。ツーアウトになっています。初球ボール。2球目ボールになります。ボール先行です。落ちるんかい。うん、5番坂本。ジャイアンツ、この回先制となるホームランが出ています。
インサイド外れます。カメギリギリです。ツーシーム効くんかな。さあ3球目は何か。3球目打ちました。よし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 。くう、後輩のくせに容赦ねえな。さあこれからジャイアンツが守備につきます。さあさあ取り返しますかね。そして野村が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、スピードボールを持っています。喋ると打てないんですよ。ボールでしたね。スライダーは見送ってボール。これ来たれ。いやーよっしゃ、よっしゃ、落とした落とした。マルクオリティ、マルクオリティ来たね。梅ちゃん、キャッチャー梅ちゃん。今の高めはね、ちょっと読んでました。初球わずかに外れて154キロがいきなり出ました。これが2球目。インコース決めた。シュート、打ちました。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあワンアウトになりましたが、いやー展開したいな。まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。スラブいけん。今度も同じボールを持ってきました。今度は見送りました。さあ勝負してくるのか。インサイド打った。うん。さあそして打席にはいけんな。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど。落ちろ落ちろ落ちろ。よっしゃー、よっしゃー。返したよ、1点返したよ。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。あーそうですね。あ、ボールじゃった。さあそしてバッターボックスには山田が入ります。さあ一打勝ち越しのチャンスです。まあリードを奪っていくことで試合を優位に進められますから、これ決めたいですよね。あ、いけん、詰まった詰まったよ。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスはもうね、分かったよ。カープ同点で迎える最後です。ツースイム、初球ボール、ツースイム、ツースイム、あれ打った。バッターは7番に入っている高橋。ヒットでランナーを1塁に置いています。うわ、マジまずいな。さあそして打席には丸が入っています。怖いバッターが続きますね。さあカンレードさん、カンレードさんでねじ切りますよ。カネダ舐めるなよ。初見ね、多分カネダ打てないんですよ。初見はね、かなり打てないんです。まあ向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気を。バッターボックスには代打の大谷。ワンアウトランナー一塁二塁です。これが初球。詰まるでしょ。あれね、ドロップカーブがあるんでね、詰まるんです。山田が入ります。こういう大事な場面で怖いわ。そしてドロップカーブを見せる。そして高めからの今度はドロップカーブ。インコース高めの変化球、これは手が出ません。同じところからのまっすぐです。これ詰まるんですよ。カーブがね、頭にあるので詰まるんですよ。ジャイアンツ守備を変えてきました。
さあ、点を取って終わりましょう。バッターはバース。カープ同点で迎える最後の攻撃です。赤星さん、最後の攻撃、なんとしても塁に出たいですよね。そうですね。先頭バッター、ストレート打った。初心地堂林、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球で来たストライクです。狙いしいとこ投げてくるの。ツーアウトになりました。チェライ。バッターは9番に入っている古田。打てない地獄。ツーアウトランナーありません。初球ボール。さあ2球目は何か。いいボールですね。はい、1球目のストレートストライク。とこ投げんな。そして迎えるバッターは DH 柳田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。あのホームランはやられましたよね。はい、一発打って乗ってると思うんで、ここは慎重に行きたいですね。なるほど、そうですね。カープ同点で迎える最後です。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。ふわふわと上がった。さあ、そして打席には鈴木が入っています。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーは大変ですよね。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。鈴木は2球目。この球速差、タイミングをつかめません。誘っていきました。外れました。インサイド打った。さあ、そしてバッターボックスには王が入ります。こういう大事な場面で怖いバッターが続きますが、なんとか抑え切ってほしいですよね。さあ、変化球打った。よしよし、抑えた。いやー、点取って勝ちたいな。これから3回の裏、カープ打順よく1番から始まります。さあ、打順は1番に帰ります。誰？ジャイアンツ中川投手。いいピッチャーですね。スライダーですよね。多分まず初球しっかりと見極めました。三塁線、いいんじゃない、いいんじゃない。ギュエタ選手打ってください。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った。前進守備、いやたくてんまったく打てない。情けない。これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも、特別ルールによりジャイアンツが勝利しました。はい、それでは3試合目がですね、しばちゃんちーさんと僕に勝った TR さんで試合をしてもらいます。いやー、ちょっと実際こう何ですかね、見られてるっていうのがあるとちょっとやりづらいっていうか緊張しますね。これ多分いい勝負になると思いますよ。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は、いや楽しみだな。赤星のりひろさんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしています。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先行が TR さんかな。先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあ、やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。3球目は何で来るか。
バッター大きな打球になった。レフトが追いかけますが頭を越えました。先頭バッターを。さあそして打席には柳田が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制が変わってますし、ここ2番がディータ選手、芝ちゃんちーさんの先発ピッチャーが山本投手。詰まりました。で3番聖也選手、初球通信ですかね、通信ですね、まあ、いかに見極めですよね。やっぱ僕はねやっぱり見極めができてないんでね、ボール球手出しますね。これいい勝負ですね。詰まってますね。はい、1回の裏。あ、そっか、僕の後輩もね前剣持てたんですよ。そういえば。そしてマウンドに上がる浅村が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回裏に移ります。1番浅村選手。さあ初球は何か、高めの変化球から入りました。もう前剣のねスライダーとかをバッター側の目線で見るっていうことが僕 なかったんでね、新鮮ですね。すごい。インサイド落ちました。坂本抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。前田まずは先頭バッターを打ち取っています。おお、ナイスバッティング。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスにはグエット選手。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボール。こう見るとマイケンスライダーってそんなに速い曲がりはしてないんですね。ナイスボール。おっと、歩かせちゃいましたよ。すいませんね、通知がなんかちょいちょい来てるんですけど、あと消しときます、ね、おーナイスバッティング。すごい、しばちゃんちーさん強え。やばいね、俺栗林投手で勝負しようと思ってたのになんか怖くて投げさせられないな。でもね今日はねやっぱ使いたいんですよ、栗林投手。日本記録も達成したし、これいったんじゃないですか。ナイスバッティング。丸選手、丸選手もちょっと不調ですね今。あ、そっか、マイケンナックルカーブも。ホームランですよね、あれが効きましたね。はい、そうですね、この勢いでどんどん攻めてどんどん点を取っておきたいですよね。さあ、おっと、これを掴んだ、アウト。なんとか終わりましたね、1回終わって3対0。試合は最終回まで来ました。さあ、TR さんの5番バッター、坂本、反撃が始まるのか。ホークスリードで迎える最終回です。さあ、援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあ、そうですね、少し気持ちも楽になったと思いますから、このまま丁寧に投げていってもらいたいですよね。ノッツ、さあ、しっかりと抑えていきたいところです。お、ノッツ3。ワッパー、あれさっきと真逆の展開。お、カズマ来たよ、カズマ。智弁和歌山、実は阪神ファンだというね、岡本和真選手。ウルフ吉野、かっこいいな吉野。ランナーを得点圏に背負っています。最後まで集中して丁寧にいってほしい。ここはこのまま抑え切って勢いづかせないと。ツーシーム、なるほど、そうですよね。いや怖いなこのなんか
詰まった。はい、ナイスゲームでした。3対0で千葉ちゃんちーさんの勝利です。後輩粉砕されましたね。はい、入りましたね。ラストゲームですね。やっていきましょう。ゆいぴょんずさんと TR くん、僕の後輩です。これ多分力が一番拮抗してるんで面白い試合になると思います。まあ僕が一番下手っぴなんでね。てか柴ちゃんちーさんうまかったな。よく打つな。さすがクロート。うわ、ゆいぴょんずさんやらしいな。金田だな。で TR くんが菅野投手で、埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはライオンズの先発、立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかというのがポイントになりますよ。ドロップカップ。バッターボックスには指名打者の柳田。まっすぐの体感がね、僕金田投手とあんまりやったことないんで、1回ぐらいしかないんですよね。リカード弾き返した打球はライトへ、バッターボックスには3番鈴木、2アウトになっています。ここでまっすぐとか来られるとね、早くも2アウト、遅れるんですよね。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。で、D カーバーに2種類あるんですね。今の多分ボール球なんですよね。ついつい手が出るんですね、あそこ。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がる太田が先に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。やばい、なんかユイピョンズさん打ちそうでしょうかね。菅野投手って意外にカーブが使えるって言いますよね。そうですか。インコースに切れ込む変化球、152キロ。なかなかに大胆な攻めをしますね。次が5球目。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。さあ、ラストボール投げてきますか。フォークか、縦スラか、縦スラですね。2アウト、バッターは DH 鈴木、2アウトになっています。褒めると聖夜使ってる人って多いな。これいった、これいったよ。スライダー今のロース。いや、これはな、さあ、何投げる。インコース詰まりました。坂本が掴んで3アウトです。試合は最終回まで来ました。追いかけるジャイアンツの攻撃、これさ、世界のライオンズリードで迎える最終回です。あー、ちょっと下だったね。おっすい。ハヤト坂本。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。よくてナイスボール。
お、まっすぐだよね。まっすぐ。何度たけど、何度たけど詰まったね。打順は6番岡本。ツーアウトになっています。彼が苦手だな、後輩は。あ、下すぎたね。狙っとったけど下すぎたね。はい、お疲れ様でした。いいピョンズさんが2点を取って勝ちました。ということで、1位が芝ちゃんちーさんで、2番が、ゆいピョンズさんで、3位がで、どれが僕です。しかも金田さん完全試合達成、すげえな。ということで、今日ね、フレンドの皆さんと、初めてねルーム戦複数でやったんですけど、なかなか楽しかったです。またね、ぜひぜひやりたいと思います。腕を上げてね。僕も早くプラチナ上がろう。てか打てん。次は頑張ります。皆さんありがとうございました。本当にお疲れ様でした。